じゃあもう一箇所、もう一箇所大鈴町来てるある、ここですね。ここもさっき、あれ今いないな。これ見てください、今いないんですけど、おお来てる。かじり跡、木の1箇所、2箇所、3箇所、何箇所っていうのかな、ここがガリガリ削られてますね。あれ、これ小型じゃない？さっきのとは違う、チビですね。ほら、これは小型？この顔が、オオスズメバチ。わからん。ちっちゃいオオスズメバチなのかな。小型臭いな。ちっちゃいオオスズメバチか。わかんないですけど、とりあえず捕まえました。よし、じゃあこれはそっちに置いて。この巣箱なんですけど、スズメバチが入れないこの入り口の大きさになってます。なんで、まあそんな時間をかけずに発見できれば、オオスズメバチはこの巣箱の中に侵入できません。そういう風な設計思想になってますね。じゃあ、ここにも一応固定カメラを設置して、GoPro のカメラじゃん。このカメラはそんなにバッテリー持たないから、大丈夫かな。今回は約3時間です。何匹撮れるでしょうか。オオスズメバチじゃないよな。毛が生えてますね。違う、オオスズメバチだ。ほい、オッケー、捕まえました。こっちはオオスズメバチでしょ。あれ、飛んでるときはでかく見えるんですけど、うお、パワー的にオスズメバチかな。くっついちゃうとちっちゃく見えますね。これが気迫の力か。オオスズメバチと小型スズメバチの違いなんですけど、オオスズメバチの方は胸部が一部オレンジで、小型スズメバチの方は真っ黒です。小型の方が目がでかくて可愛いです。観察しようか。スズメバチなんでこんなことないんだ。ああ。ただ後ろを向いてるスズメバチは怖くない。そう。飛べ飛べ飛ぶ飛ぶ。飛んだ瞬間のホバリングした時が。一番捕まえやすいですね。飛ぶ瞬間ピョンってただジャンプするだけなんですよね。その一瞬の浮遊状態を狙って捕まえれば、大丈夫ですね。ただし刺される危険があります。刺されると激痛です。またオオスズメバチに集団攻撃を受けたり、2度目以降刺された時にアナフィラキシーショックが起き死亡する可能性もあります。真似するときは危険を覚悟でお願いします。あと防護服を着たりするのはかなり有効です。
この個体はでかいですね。オオスズメバチは体や毒から出る匂いで仲間を呼び寄せます。なので一匹くっつけるとこのネズミ用粘着トラップが効果てきめんです。スズメバチの行動半径は普段は巣から 1-2km とミツバチに対して変わりません。でも秋になり餌が少なくなると行動半径が 10km になるらしいです。でかすぎる。もし東京駅にオオスズメバチの巣があったら新宿渋谷あたりまでは余裕でミツバチを襲いに行きます。
3時間ぐらい経ったかな。こっちのチビ群のチビ群1,2,3,4,5,6,8,9,10 12匹も取れてますね。すげえ。今日急に、昨日とか来てなかったのに今日急に来て一気に取れました。今日雨なのにかなり来てますね。すごいね。こうなんか落ちそうなやつもいますけど、しかしもったいないよね。もったいないから食べちゃうか。食べたことないから食べたくねえな。でもはい、今回もみんなが大好きな粘着駆除動画でした。前回の動画と同時に撮った動画ですね。今年はオオスズメバチの数が本当に多いです。あと1箇所撮ったのがあるんですけど、さすがに皆さんも飽きると思うんですが、もったいないので頑張って編集するのでまた見てください。皆さんもオオスズメバチには気をつけましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。